まずあなたがするべきことはおしゃべりです。これは意外に思われるかもしれません。漫画キングダムから学ぶ人心掌握とは、リーダーシップとは一体何だろう。その問いの答えを持っている人はなかなかいないものです。この動画を見ているあなたもきっとそうでしょう。意味はなんとなくわかるけど、どこか漠然として明確ではありませんし、まるでスローガンやお題目のよう。だってリーダーシップと口にするだけで仕事してます感が出てくるでしょう。さて今回は大人気の漫画キングダムになぞらえて、真のリーダーとは、仲間とはについていろいろとお話をしていきたいと思います。リーダーシップの意味が理解できるだけではなく、共に働く人の心まで動かせる人心掌握術を解説していきましょう。今回はキングダムの物語からあなたのビジネスのヒントを得ていただきたいと思っています。このチャンネルでは物語企業をテーマに、自分らしく生きるため人生を逆転し、自分の物語からビジネスで稼ぐヒントを発信しております。興味のある方はチャンネル登録、高評価ぜひともよろしくお願いいたします。まずあなたがするべきことはおしゃべりです。これは意外に思われるかもしれませんが、とにかく周りの人間と話をしましょう。人に迷惑がかからないのであれば、全然風呂敷を広げても構いませんし、大ボラを吹いても一向に平気です。ではここから漫画キングダムの話をしていきますね。はじめは個人の武勇だけで100人称1000人称と出世していくシーンでしたが、やがて個の力だけではどうにもならないことに気がつきます。数万、数十万規模の軍勢がぶつかる戦いの中では、この力には限界があったわけですね。秦は果敢に立ち向かいますが、全く歯が立ちません。多くの仲間たちが秦をかばい、救おうとして散っていったのです。決して自分一人ではなく、支えてくれる仲間たちの力があるからこそ夢を実現できるわけです。またそう思わせてくれるリーダーだからこそ、仲間はついてきてくれるということですね。秦もまたそんな仲間たちへの思いをたびたび口にしていますよね。俺は関わった奴らの思いを背負って前に進むだけだ。真剣な誇りなんて持ち合わせてねえのが俺ら秦隊の誇りだ。戦は数じゃねえ、人だ。思わず読む者の心が熱くなるほどの情熱なのです。こんなリーダーの元でなら命を張りたくもなりますよね。もちろん秦が発する言葉の隅々には夢がありますし、たとえ叶わない夢だったとしても、そこへ突き進むだけのパワーを感じるのです。苦しいなら俺の背を見て戦え、俺の背だけを見て追いかけて来い。まさに背中を見せることで部下を引っ張る強烈なリーダー像を感じますよね。また秦は部下に対して、常々から大将軍になると風呂敷を大きく広げているわけですが、部下たちはその言葉を誰も疑っていません。むしろ秦を信頼して戦い、その夢を叶えてやろうとするくらいです。もちろん秦が出世すればするほど部下たちの地位も上がるわけですから、まさに秦と共にサクセスストーリーを体感していることになるわけです。これはむしろ個人ではなく、組織として立身出世を遂げていくと言っても過言ではないわけですね。秦が体現するリーダーシップとは、自分の背中を見せることで組織を率先して動かし、本来バラバラなはずの個を集団として何倍も増幅させる力を持つということでしょう。またリーダーの成長とともに、組織もまた経験を積みつつ大きく成熟していることも注目ですよね。さてここで冒頭にお話ししたおしゃべりの話に立ち返ります。リーダーシップを発揮すること以上、非常に大切なのは夢を見る力、いわゆる将来的なビジョンをどれだけ明確にできるかです。リーダーが心に秘めているだけでは何も伝わりません。それを口に出して初めて伝わるものです。思いの丈や将来の夢などを積極的に発信しておしゃべりになりましょう。そうすることで部下もあなたの考えを明瞭に受け取り、具体的な方向性を理解してくれるでしょう。秦が俺は大将軍になると大言壮語したのと同じように、あなたの部下にも俺は社長になると言ってあげてください。そして偉くなって君たちと成功したいとぶち上げるのです。人を引っ張っていく力はそんなところに生まれるのではないでしょうか。今回は漫画キングダムについてお話ししましたが、ぜひこちらの人心掌握術という部分をあなたの物語企業に生かしていただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録いただけると本当に心から喜びます。次回もお楽しみに。具体的に無料で学べる会員サイトをあなたに無料でプレゼントしておりますので、ぜひよかったらですね、そちらに登録してご覧になっていただければと思います。